山口県下関市の障害者施設で職員が利用者に虐待行為を繰り返していた問題は、暴行の容疑で元職員が逮捕される事態となった。虐待の事実が明らかになった背景には、勇気ある内部告発者の存在がある。彼だけが悪いんじゃなくて、彼を注意しなかったの上司が悪いんですから、ちゃんと正直にやっぱり究明してほしいと思います。もともと A さんは1年以上前に虐待の事実を施設内に報告していた。それでも収まらない事態に、虐待通報の窓口である下関市に通報した。ところが市は職員に聞き取り調査をしたが、虐待を認定することができなかったとしている。その後 A さんは報道機関へ助けを求め、一連の動きへとつながる。上の人は知っとって知らぬふりしたり、要請もうちょっと、最初の時にそういうふうに分かってもらえればよかったのかな、利用者さんにも迷惑かかるかな、できればやりたくはなかったです。結局 A さんは施設に居づらくなり、先週付けで退職した。告発者は守られていない、そう強く実感している。2006年に施行された公益通報者保護法では、公益通報者、つまり内部告発者への不利益な取り扱いを禁じている。だが A さんのような例は後を絶たず、法の不備が指摘されている。消費者庁は今日、公益通報者保護制度の検討会を発足した。初回から抜本的な法改正、ガイドラインによる運用面の充実など、さまざまな意見が出た。不利益を受けてしまっているというケースが少なからず見られるんですよね。これはもう本当に制度の趣旨と全く反することですので、制度的にあるいは運用面で変えていくってことが、個人的には一番大切かなと思ってます。先週金曜日、東京地裁前にいたのは金沢大学の小川和弘准教授。